8新春ジャイアントシリーズ最終大阪府立体育会館、この舞台に立つアスナロの4選手が今リングへと向かっております。まずは志賀健太郎、そして浅子悟の入場です。共にアスナロというこの若い力、その若い力を象徴するように勢いよくリングに上がりました。そして不気味な音とともにやってまいりますのが金丸義信、マウナケア・モスマン組であります。二人の登場を待つ志賀健太郎と浅子悟、その金丸義信、そしてマウナケア・モスマン、今リングの方へ向かって小走りに向かってまいりました。世界ジュニアヘビー級王座のマウナケア・モスマンがリングイン、続いて金丸義信がリングの上に立ちました。青いマットがここ大阪でも揺れます。お待たせいたしました。本日の第1試合タッグマッチ30分一本勝負を行います。30分一本勝負のタッグマッチで争われます。赤裏200ポンド志賀健太郎、馬場さんと共に歩んできました志賀健太郎、浅子悟、三沢さんと共に歩んできた浅子悟、金丸義信、小橋さんと一緒に歩んできました金丸義信、マウナケア・モスマン、チャンピオンです。マウナケア・モスマン、1月25日横浜文化体育館で世界ジュニアヘビー級のタイトル2度目の防衛を果たしました。画面右、マウナケア・モスマンです。4人ともにこの新春ジャイアントシリーズで行われましたアスナロ育成タッグリーグに出場しました。そして画面左の志賀健太郎はその優勝戦にまで駒を進めています。その4人の若い力、これからの全日本プロレスを背負って立つ力がここ大阪でその互いの力をぶつけ合います。今年から青いショートタイツになりましたマウナケア・モスマン、まずはグランドン展開です。ゴングが鳴っています。ファーストコンタクトをまだしていませんが、画面右がマウナケア・モスマン、そして画面手前になりました緑のパンツ、緑のショートタイツが浅子悟であります。まずはヘッドロックに行きますマウナケア・モスマン、おっとショルダータックル、さすがジュニアヘビー級チャンピオンの力を浅子悟にぶつけています。フライングエアーから起こす、後ろを取った、ロープに飛んだモスマン、アームホイップ、おーっとハイキック、強烈です。いやいや、今のこのキック一つだけでも大阪府立体育会館どよめきました。1月25日横浜文化体育館でリッキー・サンタナの挑戦を下し2度目の防衛を成功しましたマウナケア・モスマン、ハワイオアホノルル出身、現在22歳です。力比べになります。腕を取った浅子、アームロックの体勢です。グランドの体勢になりました。さあここで2位を落としていきます。腕を痛めつけるモスマンの左腕がねじられています。左の肘にはサポーター。さあここで志賀健太郎、トップロックからハンマーを落としていった。志賀にタッチをしました。なおもこのモスマン、このサポーターをつけて痛めている左の腕を痛めつけていきます。志賀健太郎、気迫あふれるファイト、アスナロ育成タッグリーグでもそのファイト遺憾なく発揮しました。1月23日の優勝戦まで進んでいった。これを巻き込んで、おーやんややんやの歓声であります。よ、大阪府立体育会館、志賀のファイトはここ大阪の人にも伝わっています。十分に伝わっています。開始早々この気迫あふれる顔つき、そしてこのスタイル、足を取ってモスマンに倒されました志賀。さあこ金丸がトップロープを使ってリングの中に入ります。志賀対金丸、この若い全日本プロレスのメンバーの中でも最も若いこの2人、若い力をドロップキックで発揮します金丸。足側リング下に折った。さあここから見せてくれます金丸、そしてフラフラッと出てきた浅子にドロップキック、さらにもう1回飛ぶ振りをしまして
決めのポーズであります。さあここを狙った志賀、いやいや金丸の思うようにはさせないわよ、置けません。志賀がこの隙を見事について、そして朝子にも逆襲を食らった。鉄柵へ背中を思いっきり打ちます。さあ逆サイドの鉄柵にも振っていった。金丸ちょっと調子に乗りすぎましたか、朝子悟にいいようにやられています。リングの中に戻りました。カウントは2。アスナロ育成タッグリーグでは小橋健太と組んで1勝5敗勝ち点2、最下位に終わりました金丸義信。全てがもう勉強の連続だった、そして小橋さんに迷惑のかけっぱなしだったというふうに語っていました。この金丸義信下になってカウントは2、朝子に先頭を食らいました。さあその朝子が志賀にタッチをします。さあダブルの攻撃、合体しての、いや合体のラリアット、モンドリ打って倒れます。志賀がホールド、カバーに入ってカウントは2。しかしその痛めつけられている金丸義信、このアスナル育成タッグリーグを迎えるにあたっては12月のシリーズが終わった後、いろいろとこう考えまして、そして新しい技を次々とこのマットの上で披露しています。さあセカンドロープから浴びせていった、カバーはカウント1つ。新しい技を考えて、そして1月の18日には後楽園ホール、三沢朝子組に対しましてラ・ケブラーダ飛び技まで披露させました金丸義信です。さあボストンクラブの体勢です。滋賀健太郎、うわこの表情を見てください、目のあたりこう思いっきり顔力を入れて、それが体全体にも伝わっている。この胸の筋肉、そして朝子のカバーが入ります。朝子がエルボーを一発二発、そして外に出ていきます。滋賀のファイトの前に金丸なすすべがありません。バウナケアモスマンが入ります。再び朝子にタッチをします。あーかなり苦しそうです。後ろで結んでいる髪の毛がちょっと力情けに垂れています。金丸ロープに振られた、あっと背中が折れるぞ。カウント2、いやこのカバー、そしてこの返しにはお客さんも拍手です。若干21歳の金丸義信、デビューして1年半経過しています。さあひねりを加えてボストンクラブへ朝子悟、調査大軍の突撃隊長と言われます。朝子悟切り込み隊長、さあ後ろから回らなきゃモスマン、うわこれは背中を痛めました。2度の防衛を成功した世界ジュニアヘビー級のモスマンがカバーに入って、しかしその同じタッグを組んでいます金丸、コーナーに追い詰められて逆水平、もう一発逆水平。さあそして朝子は腕をひねります。金丸を反対側のニュートラルコーナー、おっとムーンサルト、これをかわす、ラリアットもかわした、ドロップキック、野々本決まった。いやこれは気迫あふれるプレー。さあそして真ん中やモスマンタッチ、このアイキック志賀、おエルボー一発倒しました。モースマンすごい、ハイキック変われない、2発目、いやこれは真ん中やモースマン自信をつけた、この一つ一つの技光ります。カウント、得意技からのこの仕掛けに行こうとするモスマンに対して朝子、あーっとローリングキック、後ろから DDT、 カウント2です。モスマンが冴えます。しかし朝子もこらえます。マグナケアモスマン、96年に行われたアスナロ杯では6戦全敗でした。おっとフランケンシュタイナー、あっと背中を打ちます。そしてちょっと足元ふらついていますが朝子志賀にタッチ。さあこのジェニアヘビーの王者モスマンに対して合体して、よ志賀を飛ばす、まず志賀がエールボー、うん朝子が決めた、そしてボディスラム、さあトップロープ、いやセカンドロープから1回転、
先頭を見舞っていきます。金村がカバーに入る。いやしかし2人入る、2人で金丸をいたぶり上げていきます。ラリアットをかわしてダブルの両足を使ってドロップ。朝子はリングの下へ落ちました。さあラケブラーだ、いやおっとスイング DDT だ、スイング DDT だ、おもう一発、うん、今度はトップロープを使ってのスイング式の DDT、 もう一回行くぞ滋賀健太郎。アスナロ育成のリーグのこの成果を存分に見せる世界ジュニアヘビー級チャンピオンを相手にカウントは2、カウント2、地鳴りがします。大阪府立体育会館、飛び技を見せた金丸は場外、その隙に滋賀健太郎モズワンの首ネックを掴んでロープへ振った。うん、逆にあっとこれがフェイスクラッシュ、朝子がナイスフォロー。おっとしかし金丸のドロップキックがありました。さあここから抱え上げて、うん、ハワイアンクラッシャーに行くのかな、行ってしまった、ハワイアンクラッシャー、マウナケアボスマン新必殺技ハワイアンクラッシャー、滋賀健太郎を倒しました。マウナケアボスマン田中吉田村、世界ジュニアヘビー級のベルトを2回を持ったマウナケアボスマン、最後は今シリーズ登場の必殺技ハワイアンクラッシャー、金丸ボスマン組9分03秒、滋賀朝子組を破りました。王者の貫禄、ジュニアヘビーの中では群を抜いていますマウナケアモスマン、最後はハワイアンクラッシャーで勝利を収めました。全日本プロレス中継30、この放送は大阪府立体育会館より全国のプロレスファンの皆様にお伝えしています。ジャイアントシリーズ最終戦、大阪府立体育会館です。第2試合は30分一本勝負のタッグマッチ、井上雅雄本田多門組対泉田潤ジャイアントキマラ組であります。若い選手3人の中にジャイアントキマラ加わっての、おそらくは重量感あふれるタッグマッチになることと思われます。まず最初に赤コーナーに姿を現しました黒のショートタイツの井上雅雄、そして長髪のこの赤いタイツの本田多門であります。そして一瞬ここが大阪であることを忘れさせるかのようなこの不気味なミュージックが鳴り響いてまいりました。ジャイアントキマラ、そして泉田潤がこれから姿を現そうというところであります。全日本プロレスの若い選手の中にあっても非常に体格的に恵まれている本田多門、そして成長著しい井上雅雄組であります。これから姿を現しますジャイアントキマラ、そして泉田潤、タックのコンビネーションという点ではやはり一日の長はこちらのチームに合いそうです。先頭入ってくるのがジャイアン泉田潤、そしてその後ろはジャイアントキマラです。この2人揃ってのお揃いのコスチュームもすっかりおなじみとなってまいりました。さあこの2人が今日はどういったペイントを施しているんでありましょうか。ゆっくりと今リングへの階段を一歩一歩踏みしめてジャイアントキマラしんがりが姿を現しました。今日の泉田のペイントは
黄色を基調にした星2つ、そして顔面もご覧のように口が大きく開いております。一般の賞をもらいます。アゴナ270パンドのエジメダジェーン、キマナとのコンビで井上そして本田に相対します。エジメダジェーンです。ジャイアントキマラ、そしてなんといっても対象はジャイアントキマラ。あー、今日は額のあたりが赤くなっております。井上正夫、成長著しい井上正夫です。260パンド本田タモン、オリンピック3回連続出場の実績が生きております。本田タモン、大阪府立体育会館で行われております98新春ジャイアントシリーズの最終戦です。あ、今ちょっとジャイアントキマラが早くも突っかかろうというところ、泉田潤が抑えてなんとかなだめようというところなんですが、まだ接触というものはないんですけれども、キマラの気持ちが高まっています。そしてそれを泉田がなんとかなだめようというところであります。非常に気持ちが高まっているキマラ、それをなだめる泉田。キマラがおとなしくコーナーに下がりました。青コーナー先発は泉田、そして赤コーナーはどうでしょう、どうやら井上正夫のようであります。30分一本勝負、タッグマッチのゴングが鳴りました。先発を買って出たのは赤コーナーが井上正夫、そして青コーナーが泉田潤であります。ニュートラルコーナー、まず泉田が押し込んでいきました。顔面のペイントを施しているのが泉田潤、そして青コーナー控えますジャイアントキマラです。タッグのコンビネーション、その息の合ったという点ではなんといってもキマラ、泉田の方が一日の長があります。しかしこの赤コーナーの本田、そして井上正雄も去年はアジアタックに挑戦するという機会にも恵まれました。キマラを除きましては全日本プロレスの中にあって若手の出世争いとなるこの3人の戦いになります。スライディングして足を取った泉田、上に乗ります。しかしすぐさま腕を取り返しました井上正雄です。泉田の左の腕、肘のあたりを決めています。赤コーナーはすぐさまタッチです。井上から本田多門、この本田多門と泉田潤、今シリーズ行われましたアスナロ育成タックリーグ戦でコンビを組みまして2勝3敗1引き分けの6位に終わっています。さあこのあたりは頭の硬さの比べっこになっています。あ、この2人に関して言いますとニュートラルコーナーのこのパットというのはあまり効き目はなさそうであります。今度は泉田、さあ本田がお返しだ、モンゴリアンチョップ、意表をつく攻撃を見せました泉田潤です。青コーナーは泉田からキマラにタッチです。あ、大阪府立体育会館からこのキマラに対する大きな声援が起こりました。160キロあるいは70キロは超えているでしょうか。しかし身のこなしの軽さは定評がありますジャイアントキマラです。今日はどうやらこの試合が始まる前から非常に気分が高まっているようであります。今日は今シリーズの最終戦です。この今日の試合が終わりますとしばらくこのジャイアントキマラは日本を離れるということになります。本田多門の首ネックを掴んでいます。スタンディングの体勢、フロントでのヘッドロック、あっとここで本田がキマラの素足に思いっきりストンピングだ。あ、今はえげつないかかとのあたりがジャイアントキマラのつま先を捉えていました。体格の面では圧倒的に不利な本田多門、このあたりは小技を使って攻めていきたいところであります。青コーナーは速いスイッチワーク、キマラから泉田です。本田の脇腹、ストマックのあたりに泉田が攻撃の照準を絞りました。ロープに振ってアームホイップをかわして、おっとこのあたりは足を絡めて、おっと膝十字か、このあたりは流れるような攻撃です。膝の靭帯のあたりをぐっと伸ばしていこうという本田多門の膝十字、しかし木原が、あっとこのあたりはちょっと手加減をしながらのカットになりました。技がほどければ十分です。本田から井上正雄にタッチになりました。30分一本勝負のタッグマッチです。リングの中央は下になっているのが泉田、左の足首を井上正雄に取られています。内もものあたりに2位を落とされました。
この辺りは足の筋を伸ばしていこうという井上正夫の攻撃です。ニュートラルコーナーに後ずさりしました泉田潤。モンゴリアンチョップからおっと地獄突き、こういった素早い身のこなしが泉田の特徴の一つでもあります。井上正夫をニュートラルコーナーと振り返した。キックが待っていました。さあリングの中央抱え上げてブレンバスター、フィッシャーマンの形に固めてカウントは2です。この試合での初めての大きな投げ技が出ました。30分一本勝負のタッグマッチ、井上正夫本田多門組対ジャイアントキマラ泉田純組です。ショルダースルーからこれは回転エビ、おっとヒップドロップで押されました。4人が4人これだけの体型を持っておりますので、リズミカルな非常に速いという攻撃ではないんですが重量感があります。お腹のあたりをパチンパチンとジャイアントキマラ、首根っこ掴んでスタンディング、顎のあたりを捉えています。青コーナーに持ってって、さあキマラはどうするんだ。リングの中央をうろついている。本田を牽制しながら、あっと体当たりを見せましたキマラ。うならという意味不明の言葉が大阪府立体育会館に鳴り響きました。毎試合のように聞くこのキマラの規制ではありますが、我々もその意味は未だかつて不明となっております。キマラの声がよく響きます。おっとこれは八つ当たりか、思いっきり背中の当たりを蹴っ飛ばしました。キマラの目のあたりでしょうか、あるいはペイントが剥がれているかもしれません。おっと目つぶしか、おっとっと喉のあたりでしょうか。ちょっと井上正夫がむせ込んでおります。黒いショートタイツの井上正夫はアスナロ育成タッグリーグでは川戸と組んで3勝3敗3位に終わっています。首根っこ掴んでネックブリーカー、やや体勢は不十分か、しかし頭を強打しました泉田潤。回転しながら本田多門にタッチです。ランニングネックブリーカードロップ。そういえば還暦試合でジャイアント馬場選手があの技で淵正信からピンフォールを奪っています。あっとヘッドバットはかわされた。この辺りは動きをよく読んでいます泉田潤。さあ今度は井上正は固定して思いっきり、おっと足が待っていて、おっとヘッドバット落とした。よく見ていた本田多門、片指に丸めてカバー、カウント2です。30分一本勝負のタッグマッチです。まだ両チームこれという決定打を見出すことができません。おっとスピニングトーホールドを見せました。1回転してさあ STF に持っていった。本田多門の得意技の一つ STF ステップオーバートーホールドウィズフェイスロックが決まっています。この辺りはしかしすぐさまキマラがカットに入っています。画面には映ってはありませんがキマラの規制がこの音声を通じてよく伝わってきます。さあニュートラルコーナー、おっと合体技が、おっとバックを取ってバックドロップ、断るごとにこのキマラが救出に入ってきます。さあ規制を一つ上げて自ら飛んでエルボーと、これはかわした本田。キマラが倒れているところ、さあ今度は本田と井上正夫ダブルの攻撃はブレンバスターか。脇に頭を突っ込んでさあ投げていくことで、おっと足を踏んで足を踏んで、ここから一気に投げていってブレンバスター、リングが大きくきしみました。まだキマラそして泉田のペイントはさほど跳ねてはおりません。もっともっと本田井上は攻撃を続けていかなければいけません。ニュートラルコーナーを振り返された本田、ショルダーアタックをかわしてバックに割って、さあ投げるか、さあ投げていったバックドロップ、キマラが1回大きく宙を舞いました。泉田がヘッドバットでカットに入りました。さあこの辺りから試合が動いてくるんでありましょうか。井上正夫が泉田潤を場外に振り落として、リングの中は本田多門とジャイアントキマラ、
さあリングの中ではキマラがロープに振った、ドロップキック、重量感のあるドロップキック、さあカバーに入った、なんとか2で返します。本田多門です。さあ今度はダブルの攻撃はキマラのアシストを受けてヘッドバット、左の胸を強打しました本田。井上はカットには入りませんでしたが、本田が自力で返していきました。さあ泉田が本田をニュートラルコーナーに振った、泉田がまずショルダータックル、続いてキマラが体合わせていった、崩れ落ちます本田多門、エルボー落とした、これで決めるのか、おー返しました返しました。さあここで規制を一つ発して自らロープに乗って前転式戦闘、井上はカットに入れるか、ああ自力返した本田、自力で返しました本田。ご覧のような本田多門の表情、さあもう一発いくのか、ギロチンドロップ、さあ体を浴びせていった、10分経過のアナウンスがありました。30分一本勝負のタッグマッチ、10分を経過したところで、さあ試合が大きく動いてまいりました。リングの外に泉田が井上正雄を蹴散らして、さあジャイアントキマラはニュートラルコーナーのトップを伺います。セカンドロープ、そしてトップロープに足がかかった、本田は動くことはできない、ダイビングボディープレス、実に説得力のあるスリーカウント、コーナートップからジャイアントキマラが振ってきました。差し物本田多門もこれを返すことはできませんでした。勝負タイムは10分32秒、ジャイアントキマラがコーナートップからのダイビングボディープレスを見せました。井上正雄、そして本田多門が、あるいはこのジャイアントキマラの壁をぶち破るチャンスの試合ではありましたが、キマラはそれほど汗をかくこともなくこの本田多門を一周しました。30分日本勝負のタッグマッチはジャイアントキマラが本田多門を抑えています。全日本プロレス中継サーティー、この試合の模様は大阪府立体育会館より全国のプロレスファンの皆様にお送りしております。放送席船津に変わりました、よろしくお願いします。本日はご来場誠にありがとうございます。全日本プロレスでは今シーズンを展開いたしまして、記念に関わりますカラーボード投げを行っております。例えば20より菊池剛、天然ハンカー、プチーバサーマの3選手はボードを投げ入れます。ボードをお問い合わせ様、この試合が終わった後の休憩時間があるまでに会場1階ロビー、ジャイアントサービスと大体までご応募してください。契約人との交換を行います。この試合を見るためにこの大阪府立体育会館に来たというお客さんもいるはずです。休憩前のもう一つのメインイベント、まずは悪役紹介、霊源遥か、福士剛、そして福士正信のリングインであります。恒例のカラーボール投げがここ広い広い大阪府立体育会館、霊源が、福士が、そして福士が
力を込めて菊池は2階席のお客さんに届かんとばかりに力を込めて投げています。いやもう総立ちです、総立ちです。しかし最前列のお客さんの手元にはすでにスポーツ新聞が用意されています。ああこのカラーボール投げを楽しみにしているというのがもう表情で見て取れます。力いっぱい投げたボールは1階席の後ろのお客さんまで届きました。永元遥か菊池正信、菊池剛、ボールの表情様は休憩時間の上に、そして3人の手元にはそれぞれ1つずつピンクのカラーボールが残されています。還暦を迎えて初めての大阪です。新しいガウンに身を包んでジャイアント馬場、桃田光雄、そしてラッシャー木村のファミリー軍団の入場であります。新品のガウン、23日の還暦記念試合では赤いちゃんちゃんこを着て見せたジャイアントの場、その時に新調しました新しい金色が映えますガウンに身を包んでおります。アコーナー230ポンド菊池剛。さあ今日はどのくらい吠えるんでしょうか。菊池剛、遥か西銀永遠遥か230パンド富士正信、渋沢健在富士正信、中コーナー220パンド桃田光雄、ジュニアもいます、桃田光雄、250パンドラッシャー木村、別の意味で吠えてくれるはずです、ラッシャー木村、ジャイアントパン完成、60歳完璧を迎えましたジャイアント馬場です。30分1本勝負で行われますシックスメンタッグマッチ、ファミリー軍団対悪役紹介、ジャイアント馬場、桃田光雄、ラッシャー木村対菊池正信、永元遥か、菊池剛の対戦です。身も心も軽いジャイアント馬場、体をちょっとひねってまずは簡単なウォーミングアップ。それに比べて菊池のこの表情はもう桃田そして仲間までにらみつけています。共に一人ずつ出ていかなくてはいけないんですが、まずは永元遥が還暦を迎えましたジャイアント馬場に一礼、そしてピンクのカラーボールを手渡しました。うーん満足そうな表情をしておりますジャイアント馬場、そして淵正信はラッシャー木村のところ、ラッシャーが歩み寄っていきます。うん、しかし離れていく淵正信、淵は桃田の前まで来ております。さあちょっと距離を取ったぞ、うん、プチは桃田の右腕を取ってその手にピンクのカラーボールを渡しました。さあ菊池がちょっとおー吠える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 、ラッシャーにとっても頭の痛いこの菊池の方向、そしてカラーボールをもらったファミリー軍団はリングの外へボールを投げていきます。ラッシャーの手元に残ったボールは前から2列目お相撲さんのところにボールが渡りました。しかしこの大阪府立体育会館に集まったお客さんを見て還暦ジャイアント馬場は何を考えているんでしょうか。全日本プロレスの発展のために5月1日の東京ドームも視野に入れて今日の試合も戦っていくはずです。さあファミリー軍団の方は桃田光雄が、そして悪役紹介は永元遥がまずは先陣を切っていきます。30分1本勝負で行われますシックスメンタッグマッチ、永遠コールが起きています。お手に唾をかけて、そしてセカンドロックから、おちょっと失敗しましたか、もう一回成功しました、今度は成功しました、永遠らしくありません。しかしだんだん声が大きくなっています。さすが何はお客さんノリがいい、桃田に対して同じようなことを望んでいるはずです。さあ後ろから行った、あーこれは意外な展開です。いつもは桃田も同じようにこうやっていくんですけれども、今日は永元気合の乗り方が違います。さあ待っている淵へハイキック、さらにおっとおへその下であります、淵が入ってヘッドバット1発2発3発、
背中を痛めつけます。菊池がいきなりゼロ戦キックを見せました。カウントは一つ。まだまだ試合が始まったばかりであります。ブラインメイヤーから背中へ一発二発、つま先で三発目のキック、もう一発いきました。さあ桃田は痛いながらも菊池に対して、うん、そして菊池はちょっと下からにらめつけるようなそういう表情。さあラッシャーが入ります。菊池が何かこの喉のところまで声がもう出そうなそういう表情をしております。これは菊池の新しいキャラクターなんでしょうか、それともこれが本当の姿なんでありましょうか。悪役紹介とともにこのシリーズリングに上がることの多い菊池剛。おラッシャー木村の胸の筋肉がピクッピクッと動いております。楽しみな対戦、力比べになります。ラッシャー木村が黒のロングタイツ、そして白のロングタイツは菊池剛。菊池がエルボーな、この胸板を、そしてちょっと匂いますか。菊池剛の口のあたり、息を吹きかけるような感じで吠えていきます。さあリング中央です。画面右が菊池剛、中央に回っているのがラッシャー木村。仕掛けていきます。おっと得意の軍パンチはまだ出ませんが、しかし仕掛けていくラッシャー。お、これは菊池あるいはラッシャー木村の目を回そうというのか。組み合います。菊池がニュートラルコーナーに追い詰められました。ラッシャーを逆転します。おっとエルボースマッシュ、エルボーを首筋に打っていく。首のあたりの頸動脈が、その前に、そんな痛みを感じる前にまずはこの菊池の口の匂いに反応してしまいました。ラッシャー木村、さあラッシャーがここからどういう手を打っていくんでありましょうか。目がだんだんと真剣に一歩一歩じりじりと歩み寄ります。ラッシャー木村、菊池の表情が苦しそうになっています。ロープを背負ったラッシャー頭をつけています。菊池、さあ胸へ3発4発とこの攻撃でラッシャーを痛めつけていきます。菊池剛、だんだんと、おーっとこの声を耳に達しましたでしょうか。ラッシャーも吠えました。そして淵が入ります。淵正信、黒のショートタイツが淵正信ではあります。183センチ105キロ、かつては世界ジュニアヘビー級のチャンピオンでもありました淵正信。リング中央、お互いにフェイントの掛け合い、牽制の試合であります。大阪府立体育館のお客さんもこの2人の戦い、おここで張り手が出ました。集中して見ているからこそこのタイミングのいい笑いも起きます。足を取る、そして足をひねっていきたいんですけれども、淵正信つま先のところを持ちました。そしてぐっと筋を伸ばしていきます。筋を伸ばしていく、そしてラッシャーの左足をひねります。淵正信上にあってブーツを持っています。リスリングシューズ、ラッシャーの額には汗が、そして持ち上げたジャイアントスイングに行くんでありましょうか。後頭部がマットについております。ラッシャー木村持ち上げる、おっと回った、しかしラッシャーの後頭部、髪が薄くなった後頭部、マットに、青いマットにその髪の毛がパラパラと落ちていくようであります。ラッシャーが後頭部をいたわっている間にリングにはエーゲン遥か。さあここでエーゲンジャイアントスイングの体勢です。お客さんもそのコールの準備をしているようであります。持ち上げて、なかなか今日は回すことができません。しかしお客さんはこのエーゲンに対して何か期待しているようなものがあるようです。ラッシャーがエプロンサイドの方に向かいました。張っていきます。逆水平を3発こらえます。ラッシャー木村、さあここで菊池が中に入ります。お菊池が頭をぶつけていったヘッドバット、もう1回いきます。
ラッシャーはしかしお客さんの方を向いていて、こう菊池の方向に耐えております。もう一回来ました。とにかく菊池は吠えます。一つの技を出すたびに手あるか、おーとか。ラッシャーはさすがに効きました。ちょっと足元ふらつきました。ラッシャー木村、青コーナーのあたり菊池に張っていきます。そしてもう一回、おお、これゴツンという音が振り付け一貫にも響きました。これ後ろのお客さんまで聞こえているようです。菊池はでもこらえます。菊池こらえます。あーちょっと効いてきました。さあここでとどめグーパンチ、コーナーで待つ単独ジャイアントともにタッチをしました。60歳と3日目を迎えました全日本プロレスリング社長ジャイアント馬場、ババコールが響きます。この菊池に対して1月25日の横浜の試合ではパイルドライバーまで見せましたジャイアント馬場。23日の還暦記念試合でも最後はネックブリーカードロップ、お箱のこの技で最後口を仕留めました。その馬場が菊池の腕を取ります。引きずっていきます。そしてロープをこの背にしてジャイアント馬場ロープブレイク宣告されます。しかしまだひねっていきます。ジャイアント馬場が表情一つ変えません。おっと胸板へ3発、あーっとちょっとここでひねられた。菊池がバタバタしています。菊池の顔がくしゃくしゃです。おっと空だけ、おっと社長に向かってこの一言であります。菊池剛、ジャイアント馬場の表情もやや緩みました。さあ力比べになるんでしょうか。おお胸逆水平、しかし菊池も向かっていく投手、おっとヘッドバット、おしかし頬を膨らませて立ち上がりました。菊池の次なる一手は何か、組んでいきます。ジャイアント馬場に対してロープを背負っているジャイアント馬場へショルダーをつけて、そしてまた胸元へ、おこれを止めた、脳天から竹割り、脳天から竹割り16本ストンピング、踏み越えていきました。還暦16本ストンピングであります。さあそして還暦キック、ジャイアント馬場モンドリー打つ菊池に対して、さあロープ際に抑えます。そして中にはラッシャー木村が入りました。放送席の前ラッシャーが張っていきます。菊池剛が赤コーナーに追い詰められています。逆水平、ジャイアント馬場がその菊池を見逃しています。あ菊池がだんだん腰が落ちていきます。ここでジャイアント馬場に対して次なる一手を仕掛けていこうというところ。さあここでおジャーマンの体勢、パイルドライバーに行くんでありましょうか。いやここは意表をついた、再びラッシャーです。その戦況をまじまじと見つめる還暦ジャイアント馬場、背中を痛めつけてヘッドバット張っていきました。一回さあ頭取って背中を叩いていきます。30分一本勝負で争われていますシックスメンタックマッチ、ファミリー軍団対悪役紹介。さあ A 弦が入ります。A 弦がお耳を持って、そして胸へ張っていった。さらにハイキック、ロープ際に追い詰めています。大阪のお客さんはこの様子をまじまじと見つめています。ふらついた。そして桃田へタッチ、あ放送席前であります。放送席前、さあ A 弦がこちら向き、じわじわっとニュートラルコーナー、桃田がニュートラルコーナー追い詰めます。ヘッドバット、さあ桃田が下に落ちました。おっとお客さん用意が早い、すでに新聞を出しています。おっと口がここで桃田に出します。おっと格好の標的ができました。A 弦遥かセカンドオープから一般マットに降ります。ちょっとおじけづいたが腰が震えております。 A 弦遥かさあリング中央からトペを見せるのか、
ぐるんと1回転ヘッドバット、あーっと千葉攻撃、新春大阪一発目。さあジャイアント馬場、おっと狙いを定めたか、狙いを定めてお相撲さんのところに飛んでいきました。力士のところに飛んでいった、これはすごい。さあさらに桃田、もう一回全方位外交をするのか、エイゲンハルカ、こっちはいけない、こっちへ飛んできました、放送席に飛んできた、お客さんにサービスしなければいけません。もう一発ラッシャーへ、ラッシャー木村が浴びました。おおお、これはお客さんの新聞を取ってそれで太っている。その間にエイゲンはエルボーカバーに入った、ジャイアント馬場の姿にカバーすることすらできません。エーゲン遥、これは60歳還暦の威力威厳であります。ダブルで張っていくエーゲンとフチ、さあフチにタッチしまして背中へキック、もう一回、さあ桃田をスタンディングの支えに持ち込んでニュートラルコーナーへ叩きつけます。もう一度、さらに、うん、これは青コーナーに持っていって菊池剛が入ります。吠える菊池、今シーズンの菊池、今シリーズの菊池は吠えまくります。桃田に対してゼロセック、さあもう一回持ち上げる、おエルボー、あーっと逆に食らった、逆に食らってしまった、菊池という石が落ちました。さあラッシャーも両手で張っていきます。この辺りは流れを掴んでいますファミリー軍団。おっと西永の後ろから、レフェリー西永の後ろから菊池と、そしてエーゲンが入る、菊池を痛めつける、ここにちょっと、おっと逆サイド待っているのはジャイアント馬場、還暦16本、顎にヒット、菊池剛ラッシャーのラリアット、ラッシングラリアット、カバーに入った、カウントはカウント3、還暦16本からラッシングラリアット、菊池がマットに沈みました。ファミリー軍団、最後は還暦16本からラッシャー木村のラッシングラリアット、菊池剛13分16秒、マットに沈んでいます。60歳を迎えたジャイアント馬場、まだまだいけます。場内からコールが起こっております。お、ジャイアント馬場がマイクを持ち出しました。それをリングに上げます。全日本プロレス中継30、この放送は大阪府立体育会館より全国のプロレスファンの皆様にお伝えしています。
先ほどのコールの中でボールを取るお客様、この休憩時間のまでに1回ロビー、ジャイアントサービスの間までボールを持ちください。記念ヒットの交換98新春ジャイアントシリーズ最終戦です。大阪府立体育会館にたくさんのお客さんを集めて行われます。第4試合は30分一本勝負のシングルマッチ。現在場内にはスカルフォンクラッシュのテーマミュージックが非常に重低音で鳴り響いております。こちらがスカルフォンクラッシュです。全日マット初参戦のこのスカルフォンクラッシュ、ゆっくりとした足取りでこの大阪府立体育会館のリングに向かおうというところです。そのテーマミュージックに合わせるかのようにその巨体も相まって重低音の足音を響かせながらのリングインとなります。自らこのお客さんの拍手を要求してブルーのマットに向かってまいりました。全日マット初参戦、この独特のナチスタイルのスカルフォンクラッシュです。丁寧にシューズの底を拭いてリングの中に入ってまいりました。188cm、125kg の巨体です。さあそしてこのスカルフォンクラッシュを迎え撃ちますのは全日本プロレス切手の若手の有望格、大森隆夫であります。さあ迫力という面ではこちらも負けてはおりません。今大森の体を触ろうという熱心なファンもその手を振り切って入場の際には思いっきり大きな声を上げて今リングに姿を現しました大森隆夫です。お待たせしました。シングルマッチ30分一本勝負を行います。ローコーナー265ポンドスカルフォンクラッシュ、初参戦ながら会場のファンの指示を徐々に得つつありますスカルフォンクラッシュです。ローコーナー260ポンド大森隆夫、秋山とのコンビではアスナロ育成タッグリーグ戦2勝を勝ち取りました大森隆夫です。裁くレフリーは西永です。30分一本勝負のシングルマッチ、こちらスキンヘッドのスカルフォンクラッシュ、そして迎え撃ちます大森隆夫です。まずはクリーンにがっちりと握手を交わしてさあゴングが鳴りました。画面左側黒のショートタイツが大森隆夫、そして右側黒赤黄色そのドイツの国旗の色をあしらいましたスカルフォンクラッシュです。中央まず組み合った大森、そしてスカルフォンクラッシュです。全日マット初参戦の画面右側スカルフォンクラッシュ、今ロープに押し込んで大森に返されてニュートラルコーナースカルフォンクラッシュが押し込んでいきます。クリーンに分かれました。さあこの独特のパフォーマンス挨拶が各会場で思わぬ効果を発揮しましてファンのハートをつかみつつありますスカルフォンクラッシュです。大森がロープに飛ばしてドロップキック、のど元、まずは一発お見舞いしてまいりました大森隆夫です。鉄柵に切って、ああこのスカルフォンクラッシュの巨体がもんどり打って倒れました。本部席の前のあたりです。共に188cmという体格の面ではほとんど五分の差の両雄です。今度は大森が振られた、勢い余って投げたこのスカルフォンクラッシュも体勢を崩しています。なおもこの倒れかかっている大森に対して攻撃を続けます。場外戦が繰り広げられております。大森隆夫対スカルフォンクラッシュのシングルマッチです。さあ大森を強引にリングの中に戻したスカルフォンクラッシュ、さあ一発声を出した、抱え上げてブレンバスター、大きな弧を描いてまいりました。片指に丸めてカウントは2です。1月2日開幕戦の後楽園ホールで行われましたヘビー級バトルロイヤルではあの三沢光晴にエースクラッシャーを見せまして三沢がフォールを奪われるきっかけを作っています。胸板のあたりにラリアット、その三沢がリングを去る瞬間にはあの後楽園ホールが大スカルコールに包まれたという話も聞いております。先
先日行われました1月23日ジャイアント馬場の還暦時代のこの興行でもこのスカルフォンクラッシュの人気、後楽園ホール都市部ではかなり定着してまいりました。この大阪のファンの前ではどういった反応が返ってくるんでありましょうか。立ち上がりはスカルフォンクラッシュが優勢に進めています。ややクロスライン気味、村板のあたりにチョップを打っていきましたスカルフォンクラッシュです。一発技を出すごとに大きく見栄を切っていくんですが、いやいやどうして、まだまだこの大阪のファン、このスカルフォンクラッシュに全てを委ねるという段階にはまだ来ておりません。フライングメイヤーからスリーパーホールド、1964年6月18日ニューヨーク出身の33歳です。90年にプロレスデビューを果たしました。プロレスのキャリアは9年目というこのスカルフォンクラッシュ。一方の大森もプロレスのキャリアは6年になります。ともにそのキャリアという面ではまだ中堅どころのこの両雄、ともに身長は188センチ、体重を見ますと大森が110キロ、スカルフォンクラッシュが125キロです。膝のあたり、足首のあたり、アキレス腱固めでもなく膝十字でもない、ちょっと変形の足の固め技に入っていますスカルフォンクラッシュです。サードロープをつかみました大森です。30分一本勝負のシングルマッチ、腕しぎ逆十字の体勢、しかし大森も必死にカバーに入っています。組んでいるその両手が離れますと逆十字ががっちり入るという体勢になります。おっと今手が切れつつあります。しかしロープにはこの辺りは大森すぐさま逃げることができるでしょう。新春ジャイアントシリーズ最終戦の大阪府立体育会館です。30分一本勝負のシングルマッチ、大森高尾対スカルフォンクラッシュ。立ち上がりまずスカルフォンクラッシュがペースを握ってグラウンドの攻防に持ってきています。大森をロープに飛ばして回転エビに丸めていった大森です。2カウントスカルフォンクラッシュのそのスキンヘッド、汗が徐々に浮かび上がってきました。おっとスモールパッケージホールド、首固めに持っていった。カウントは2です。5分が経過しましたが、そのうちの4分がおそらくスカルフォンクラッシュが攻め続けています。ボディースラム、自らロープに飛んでヘッドバットを落としていった肩口のあたりでしょうか。3発目もう1回飛んでギロチンドロップ、喉元のあたりを大森が抑えています。カバーに入った、2で返します大森です。この大森は1月9日の鹿児島大会でウルフホークフィールドスミス組に敗れまして、アジアタックのベルトを失いました。しかし通算の防衛回数は12回、その記録は堂々たるものがあります。そして同じく秋山と組んだアスナロ育成タックリーグ戦では見事に最終戦田植え滋賀組を破りまして優勝を飾っています。さあセカンドロープに立っているスカルフォンクラッシュ、背中を向けている大森、おっとフライングラリアット、後頭部のあたり、ちょっと大森が劣勢に立たされている場面が多くなっています。体の厚みも増してまいりました大森高尾、入場の際には必ず大きな声を上げて自らをその精神状態を鼓舞しています。精神面での成長が大きな課題の大森、おっとフライングミールキック、そしてこの最近の大森は決め技としまして、このニールキックもそうなんですが、ニードロップを多用するようになっています。カウント 2.9 です。思いのほかこのニールキックが効いていました。さあその大森が今度は青コーナーセカンドロープ、トップロープに上がった、リングの中にはスカルフォンクラッシュ、ミサイルキック、コーナートップから華麗に飛んできました大森です。おっとカウントは 2.9、 どうしたんでしょうかスカルフォンクラッシュ、序盤から中盤にかけて一方的に攻め続けていたスカルフォンクラッシュではありますが、ちょっとこの大森の蹴り技2発が効いたんでしょうか。
ニュートラルコーナー振り返したスカルフォンクラッシュ帰ってくるところをストンピンからネック、おっとエースクラッシャー、ネックブリーカーかと思いきやエースクラッシャーを見せましたスカルフォンクラッシュ。さあ形勢逆転なるか、2カウントです。大森にはおそらくまだ余裕はあるでしょう。しかしどこでその反撃の糸口を見出すになりましょうか。大きく再敬礼しましたスカルフォンクラッシュ。リングの中では大森がまだ起き上がることができません。コーナートップに上がったスカルフォンクラッシュ、ラインを持ってくるんだ。エルボーは明らかに大森が読んでいました。さあもう一発もう二発と持っていって、フィニッシュはあのダイビングのニードロップを持ってくるんでありましょうか。大森高尾、アスナロ育成タッグリーグ戦でもそのニードロップでことごとく対戦相手を沈めてきております。エルボースマッシュ、胸板のあたり、スカルフォンクラッシュの熱い胸板のあたりにエルボースマッシュを打っていきます。大森抱え上げて、おっとちょっと体勢は崩れた。スパインバスターの体勢に持っていこうという大森でありましたが、ちょっと体勢が崩れている。リングの中央抱え上げて、あーっとちょっとパワーボールの体勢は崩れているぞ。おっと危ないところ、際どいところ、大森のあのダイビングニードロップが見られるか。ボディースラム、さあコーナートップを狙っているぞ大森。今日はサポーターを外していない。ダイビングニードロップ、カバーに入った。モンクラッシュ3カウント。フィニッシュに持っていくまでの技にはちょっと精彩を欠いた大森でありましたが、最後はダイビングのニードロップ。やはり今日の試合内容にはちょっと不満が残るんでしょうか。スリーカウントを聞いた大森はすぐさま控え室に向かっていきました。勝負タイムは8分42秒、10分足らずでこの全日マット初参戦のスカルフォンクラッシュを沈めました。最後は大森のダイビングニードロップ一発で決まっています。全日本プロレス中継サーティー、この試合の模様は大阪府立体育会館より全国のプロレスファンの皆様にお送りしております。98新春ジャイアントシリーズは最終戦、大阪府立体育会館での戦いを残すのみとなりました。その最終戦、まずはこのリングに現アジアタッグ王者の2人が向かいます。ウルフ・ホークフィールド、そしてジョニー・スミスであります。背中にユニオンジャックをまとったジョニー・スミス、そしてウルフ・ホークフィールドはセカンドロープからの方向、指で三角形を作りました TOP、 トライアングルオブパワーの一員です。そしてこのテーマとともに1年ぶりに新春ジャイアントシリーズ大阪大会、この男が帰ってまいりました。しかし今年は、今回は無冠であります。ジョニーエース小橋健太の入場です。前日1月25日横浜文化体館で世界タッグのチャンピオンの座から転落しました小橋健太、ジョニーエースの GET ゲット、グローバルエネルギッシュタフ3人が今ウルフとスミスの待つリングへと向かっていこうというところであります。
1年ぶりの新春ジャイアントシリーズの大阪、しかし今回は裸一貫、再びゲットのこの力を誇示すべきリングへ上がらなくてはいけません。表情はしかし自信に満ち満ちているオレンジクラッシュ小町健太。まずはスミス、いやエースがトップロープ、続いて小橋ジャンプしてトップロープを越えての入場であります。30分一本勝負で争われますタッグマッチ、ローコーナーリアクルステップのジョニー・スミス、第63代アジアタック王者ジョニー・スミス、280ポンドウルフ・ホープ・フィールド、同じく第63代アジアタッグ王者ウルフ・ホープ・フィールド、ジョニー・エース前世界タッグ王者ジョニー・エース、270ポンド小橋健太、前世界タッグ王者小橋健太。30分一本勝負で争われますジョニーエース小橋健太対ジョニースミスウルクホークフィールドの対戦です。昨日の世界タッグの激しい戦いが、1月25日の戦いの余韻がまだまだこの体の中には残っているはずです。しかし体はボロボロ、ボディチェックを受けます。まず先陣を切るのはどちらでしょうか。左がウルフホークフィールド、右がジョニースミス。どうやらウルフが一歩前に出て、そしてジョニーエースを睨みつけています。エースが先陣を切るようです。そしてこの現アジアタックの2人のうち、まず先陣を切るのはタッチを交わしてウルフ・ホークフィールドのようであります。ゴングが鳴りました。30分一本勝負、前世界タック王者のジョニーエース小橋健太組対現在のアジアタックの王者ジョニースミスウルフホークフィールド組であります。190センチ120キロのウルフ、対するジョニーエースは194センチ115キロ。まずはエースがコーナーへと追い詰めていきます。この大会の前日1月25日、世界タッグの王者を川田田植え組に奪われました。心機一転、新しいスタートを切りますジョニーエース、後ろを取ります。後ろを取っているジョニーエース、ウルフのこの胸元のあたりを締め付けていきます。ウルフが腰を落とします。このウルフの方向がこの大阪フリース体育会館に響いています。かなり大きな声、それだけ痛めつけているはずです。そして自らのパワーを鼓舞します、誇示します。ウルフホークフィールド、ジョニーエースと力比べの瞬間を待っています。おっと後ろを取ったフルネラソンの体勢に持っていきます。ジョニーエース、あーもう締め付けて背中を伸ばしていこうというところです。ジョニーエース、しかしそれでもパワーを誇示します。ウルフ・ホークフィールド、なおこらえています。まだこらえます。ようやく離しました。放送席はジャイアント馬場さんです。前以前の世界タッグのチャンピオンと現在のアジアタッグのチャンピオン、ウルフ・スミス組が挑戦するということだと思うんですが、どういう戦いを期待しますか。そうですね、このウルフもね、こうやって力だけの選手じゃないですからね、はい、もうこんなこと必要ないんですよね。動きもいいですしね、力もありますし、技も結構あるんですよね、ですからこの力比べじゃなくて自分の技をどんどん出していってほしいですね。その方がかえって自分をアピールできるんですがね。ウルフとしてもう一皮向けるには、そういった自分を出すということがじゃあ大事。そうですね。そうしている間にエースがロープに投げられて、それはタックル。おっとエースがもう一回ラリアットかわして、これもかわす、ドロップキックモンドリ打って倒れました。ウルフホークフィールド、リングの下に落ちる。悔しがっています。今度はエースが逆に力壁を作りました。怒りますウルフ、これは激怒しますウルフホークフィールド。
全シリーズからラクロス改めこのウルフホークフィールド、ゲームのキャラクターと同じ名前でこのリングに上がっています。試合も序盤エースがちょっと追い詰められた格好になっています。逆コーナーに振りたいんですが、しっかりとロープを使っているジョニーエース、肩をストマックのあたりに押し付けていきます。ウルフホークフィールド、そしてあっと喉のあたりをグッグッと押さえて、そしてエビ反りになっています。ジョニーエース膝をつきました。昨日までは世界タッグのチャンピオン、しかし今日からはまたもう一度出直さなくてはいけません。最初から出直さないくちゃいけないジョニーエース。さあここからスープレックスに持っていきたいところなんですが、ウルフ持ち上げることができません。こらえます。ジョニーエース、ああ持ち上げる、しかし持ち上がれない、逆に投げられてしまった。おっと、そしてこれはもうすごい歓声です。小橋がリングイン、オレンジクラッシュ小橋健太。このお客さんは1年前のこの大阪府立体育会館のことを鮮明に覚えているはずです。逆水平を見回せていきます小橋健太。そしてローリングのキック、かかとが入りました。さあ馬場さん、小橋選手と、そしてジョニーエースは1月25日の横浜で世界タッグのチャンピオンから陥落してしまったわけなんですけれども。そうですね。おっと長い時間持ち上げて下ろしていきました。さあこのゲットの2人がここから何もないところからまた、東京ドーム、そしてこの先戦っていくためには今日はどういう試合をしなくてはいけないですか。あ、まあね、この2人もう実力的にはね、あの群を抜いてますからね、はい、あとやっぱりどうやってももうちょっとあのコンビネーションをね、2人、まあ外人と日本人と言ったらなんですけども、もうちょっとあのエースがこう小橋のに合わせてくれるといいと思うんですがね。エースとしては小橋をこうサポートする技をもっと出していった方がいいと。そうですね。さあリングでは腕の取り合いになっています。スミスがそのまま投げる、腕を切った、左の腕、小橋がすぐ立ち上がって低空のドロップキック、低空のドロップキックを見せましたジョニー・スミス。あー小橋の左の二の腕あたり、さらにウルフが頭を押さえる。おっとハンマーを落としていく、もう一発、小橋は抵抗できません。カバーに入る。1月9日鹿児島大会で秋山大森組の13連勝を阻止して第63代アジアタッグのチャンピオンになったジョニー・スミスとウルフ・ホークフィールド。24分33秒リバース DDT から片指固めでこのタイトルを収めました。さあその腕をひねるひねる、あっと小橋の悲鳴が大阪府立体育会館に響きます。ジョニー・スミスはこの辺りの関節を取っていく技というのは非常に見応えありますね。こういうとこはね非常にあのうまいんですよね。若いのに似合わずね、すごくあの動きもいいですしね。おっと逆に小橋が腕引き逆十字に取ろうという体勢です。さすがに小橋もこの辺り返し非常にうまいですね。そうですね。バタバタとしているところウルフがフォローに入ります。小橋がエースにタッチしました。ともにジョニー、黄色のブーツ、レスリングシューズがジョニーエース、そして青のロングタイツがジョニー・スミスです。ともに32歳。エルボーニュートラルコーナーに振って、あっとラリアットかわした、エースが腕を取られた。さあもう一度同じように左の腕をひねっていきました。これは叶いません。アームホイップからアームロック、腕を固めています。腕を決めています。顔が真っ赤になっているジョニーエース。小橋がたまらず入る、後ろから背中を2度踏みつけていきました。しかしそのカットに入った小橋も左の腕かなり痛めているようです。さあリングにはウルフ・ホークフィールド、
ゲットの2人の左の腕を痛めつけていきます。裸一貫、新たなスタートを切らなくてはいけません。ジョニーエース小橋健太組、タイトルを一つも持っていません。横浜で失いました。さあ左の腕を取って、このアーブロックの体勢になっています。あーっとウルフのこのこめかみのあたりに血管が浮かび上がっています。ロープに触れました。さあ馬場さん、1月25日の横浜の試合を振り返って、壮絶な試合になりましたけれども。そうですね、ですけど、まあ、ちょっとあの川田と田上が調子が良すぎたでしょうかね。まあ負けましたよね、その、まあ、小橋が負けましたね、はい、ちょっとこうどっかね痛いところが出てきたりするとね、やっぱりもう川田田上組、これはもう素晴らしい力を持ってますからね、はい、それで、ね、エースと小橋はちょっとあのコンビネーションがちょっと悪かったようだったんですよね。さあ小橋は逆水平を3連発、モンドリュって倒れます。チェスミスも立ち上がる、立ち上がる、エルボー2発、逆水平まだこらえます、まだこらえる、しっかりと受け身を取っていきましたジョニースミス。小橋健太は昨日の試合で左の膝を痛めています。ダブルでのカバーに入ってカウンター2。さあそして関節を痛めつけていきます。徐々に徐々に全世界タッグのこの2人に流れが移ってきているようですが、あーとウルフも肩を組みつけていきます。トンピング10分経過しました。30分一本勝負のタッグマッチ、前世界タッグ王者のジョニー・スミス小橋健太組対現アジアタッグ王者のジョニー・スミスウルフホークフィールド組。小橋が投げる、大きちんしんくを見せました。もう一発、これは効いてるぞ。さあそして川添落とし、カバに入る。いや馬場さん、小橋が川添落とし見せましたね。そうですね、まあ、この頃得意にしてますよね。あの1月23日の馬場さんの還暦の記念試合では小林選手とも組んだわけですけれども、このあたり小林選手の成長というのを肌で感じられたんじゃないですか。いやまあね、あのやっぱり対戦してみてね、もう本当に強敵ですよ。ですから僕なんかもう種をやられないようにそれだけのことを考えているだけですからね。それだけ小林選手が力をつけてきたと、そうですね、いうことですね。さあコーナーに頭を突きつけられましたスミス、エースに変わります。エースが首根っこをこの、掴んで、そしてエルボーを落としていく。後頭部へ一発エルボー、それから踏みつけていきます。一回転ストマックのあたりを踏みつけていきます。共に32歳のジョニーエースとジョニースミス、スミスが下になっています。2位を落としていく、ウルフが吠える。あ、首のあたりが真っ赤になっています。ジョニースミス現在のアジアタックの王者です。ジョニー・スミス、逆水平パチンという音が大阪フェリス体育会館に響きます。おっとラリエットかわす。さあ首を掴んでエルボー、ニュートラルコーナーに振った。さあラリアット強烈です。前にかがみます。ああ、そして得意の形に持っていくことができるか。おっとかわした、かわして逆に後ろを取る。おお、そしてスミスがかわす落とし。スミスが身長差では14センチも差があるエースを落としていきました。そしてウルフにタッチ、ウルフはトップロープからダイビングアタック、小橋をラリアットでかわしてラリアット。おお、今日の大阪のお客さんは非常にノリがいい。ウルフのコールに応えます。おっとエースかわす、エルボーから、あーっとこれではカウント取れません。エクスプロイダーの体勢になりましたが、さあウルフニュートラルコーナーに振ります。ここからあーっとロープを使ってのダブルキック、後ろへラヤット、そのままバックドロップ
後頭部を打ちました。この徐々にゲットの方にこの小橋エース組に流れが移ってるんじゃないですか。そうですね、はい、しかしウルフの反撃も、ね、ウルフ新選組に比べればまだあのキャリアが長いですからね、小橋エース組の方がね、はい、ラリアットかわす、お旋回式戻していった、カウントはカウント2、カウント2、エースがマットを届きます、ね、はい、ウルフだってその力技でもいいものをいっぱい持ってるんですよね。ミサイルキック、ラリアット一発で倒した、エースを一発で、そして後ろ取る、後ろ取る、ハーフネルソンスープレックスいくか、逆に後ろ取ってジャーマンスープレックス、カウント2、カウント2、飛ばすのはまだラリアット出ていない状態でカウント 2.9。さあウルフ力技トップロープへ登ったぞ、さあダイビングボディープレス、スミスも待っている、スミスもダイビング、エルボードロップ、カウントは2つ、カウント2、エースがカバーにフォローに入りました。このエースがリングの下に落ちます、ウルフが追っていく、リングの中では、あリングの外、エースとウルフがやり合っています。さあリングの中では小橋抱え上げる、ボディスラムかわした、小橋が下だった、下だった、カウント2、エースもなんとかリングの中に入って、そしてスミスをカウント、エースクラッシャー、大技が連発します、大技が流れます、さすがコンビを組んでの一律の長はあります。全シリーズからコンビを組んだジョニー・スミス、ウルフ・ホークフィールド組とは違います。昨日まで1月25日まで世界タッグの王者でした。さあトップロープからジョニーエース、スミスが立ち上がったのを待ってダイビング、ラリアット、ウルフを落とす、カバーに入った、片指カウント2、カウント2が15分を経過しました。新春ジャイアントシリーズ最終戦、ジョニーエース小橋健太対ウルフ・フォークフィールド、ジョニー・スミスの30分一本勝負。コーナーからキック、ラリアット2発、3発、4発、さあ小橋もエプロンサイドに戻っています。エースがスミスをスタンディング体勢持っていこうというところ、ウルフがそこへ入っていきます。さあウルフが抱える、そのままあーっとギロチン、ギロチンです。このあたりはスミスとウルフのコンビネーションも少し強くなってきてますね、馬場さん。そうですね、エースがうつ伏せになってリング中央、エースが立ち上がります、そしてスミスは青コーナーで待つウルフの元へ、さあウルフにタッチ、エースフラフラ、エースフラフラ、エルボー3発、ハイキック、ハイキック、ネックブリーカー決まりました。さあそして赤コーナーでは小橋健太が待ちます、その距離2メートル、1メートルタッチ、小橋が入った、さあ突っ込んでジャンピングに背中へ、さらにジャブン、スープレックスや、ハーフネルソン、スープレックス、ハーフネルソンカバーに入る、起こして仰向け、スミスが、スミスが入ります。おっと、スミスはエースからリング下に落とされた。さあ小橋とエースの合体技、バーモントエースクラッシャー、バックドロップエースクラッシャーの合体技、カウントはカウント2で返す、カウント2で返す、そしてさあ渾身の力を込めて右腕がうなります、右腕がうなります、抜かんでも抜かんでもこのラリアット、一発片指で抑えた、カウント3、カウント3、最後はラリアット、渾身の力を込めたラリアット、一からのスタート、素晴らしいスタート、 5.1 東京ドームへ向けて切っていきました。
ゲットの2人、小橋健太、ジョニーエース組であります。17分40秒、片襟固めで決めていきました。素晴らしいファイトを見せてくれた大阪のファンも大喜びであります。まあ、今のね、非常にあの小橋のラリアットすごかったですね、はい、やはり小橋選手としては今日からまた新たな一歩と。そうですね、はい、まあ、それとね、やっぱりジョニー・スミスの動きも良かったですね。これからこのタッグ、この2人の組み合わせ、それぞれに違う道をまた歩んでいくと思うんですが、また面白い試合やってくれるはずですね。非常に見応えのある試合でした。小橋健太、ジョニーエース組が収めています。全日本プロレス中継30、この放送は大阪府立体育会館より、全国のプロレスファンの皆様にお送りしています。戦の舞台は大阪府立体育会館です。セミファイナル30分日本勝負の6人タッグマッチがまもなく行われようとしております。リッキー・サンタナ、ゲイリー・オブライト、スティーブ・ウィリアムス組対小川義成、田上明、川田俊彦組の6人タッグマッチであります。ゲイリー・オブライト、そしてスティーブ・ウィリアムス、ベルトにも挑戦しました。リッキー・サンタナです。350ポンド、ゲイリー
イアントシリーズ最終戦、必殺スープレックスの出し惜しみはありません。さあベルトを狙うその標的が目の前です。スティーブ・ウィリアムス、中コーナー220ポンド小川よしなり。さあサンタナを意識しています。そうです、ジュニアチャンピオンの、かつてのチャンピオンの小川、悲願の世界タッグのベルトを手に入れました川田俊明。270ポンド、田上明。その川田が最も信頼する尊敬するパートナーがこの田上明です。6人タッグマッチ30分一本勝負で行われます。トップのメンバーオブライト、そしてウィリアムスがジュニアヘビーのサンタナのパートナーに、一方の赤コーナーが世界タッグチャンピオンの田上、川田、そして同じくジュニア選手の小川を加えています。ヘビー級4人にジュニアヘビーが2人です。体格の面、あるいは技量という面でも全く申し分ないがっぷり四つに組んだこの6人タッグマッチ、試合展開が期待されます。さあ間もなくゴングですが、青コーナーのオブライトが川田を要求しています。先発はオブライト、そして川田になりました。青コーナー外国人サイド、トップのメンバー先発買って出たのがオブライト、そのオブライトが赤コーナーの相手としましてまず川田を指名してきています。立ち上がりはオブライト、そして川田のまずは一騎打ちということになります。さあ胸を合わせた、おっと危ない危ない、おっとさあその強引に掴んで川田はトップロープを掴んでいます。この辺りはクリーンにブレイクするか。さあタックルに行った、しかし1回転しました川田、バックを取られている体勢になりました。さあ腰の辺りを掴んでいるぞ、このままでは投げられてしまいます。まだ試合は始まったばかり、冷静な判断を見せている川田、ローキック、ローキック、おしかしボロイドブロックしている。まずは激しい蹴りの応酬になりました。さあ赤コーナーはここでタイレが入ってきました。放送席解説はジャイアント馬場さんです。馬場さん、はい、この川田と田上が第35代新チャンピオンになりました。まあ、今のこの前日マットといいますと誰がチャンピオンになってもおかしくはないんですが、いやまあね、一番やっぱり田上川田、この2人は今いいんじゃないですかね。そうですね、年末の最強タッグも制しまして、そして世界タッグも取りました。もう名実ともに前日マットナンバーワンのチームですね。そうですね、現在リングの中にはオブライト、そして田上明がいます。おっとグッと脇固めを決めているオブライト、現在攻められている田上ではありますが、コーナーに控えます川田が最も信頼しているパートナー、あの川田は断るごとに田上と組んでいてよかったということを言うんですけれども、 そうですね、そのあたりは信頼関係しっかりできてるんでしょうね。あのね、自分が試合やっててね、やられているときにね、後ろにはあれがいると思うとね、もうやっぱ本当に心強いもんなんですよね。なるほどね、それはもう田上川田お互いがもうそう思い合ってるんでしょうね。そうですね。さあここでナックルパートを見せまして、ウィリアムスがトライアングルオブパワー、その象徴となりますポーズを作っています。ベンゼイ切りを見せました田上。あの田上という選手は普段割とこう感情が表に出ないんですけれども、ここ一番の強さというのはもう抜群ですね。あーとナックルパート、ウィリアムスとしますと川田田上、この2人が世界タッグのベルトを取ったことはもちろん面白くありません。常日頃世界タッグのベルト、そのベルトを巻くのは俺たちがふさわしいと言わんばかりに、試合が終わると必ず腰のあたりにベルトを巻くというポーズをいたします。ね、ウィリアムスもね、覚えても強いですよね、はい、強いですけどもね、ちょっとね、なんて言うんだろうな、自分の力に頼りすぎるしですね、レスリングというものがね、全くできてないんですよね。あ、そうですか。そのアマチュアレスリングの基礎はあってもね、プロレスラーとしての、その修行みたいなものがありませんからね。よく馬場さんがこのオブライト、そしてウィリアムズの試合を見ますと、オブライトがちょっとまだ完全じゃないという話をよくされますが、ですからオブライト
とウィリアムスと比べるとね、あの柔らかさはオブライトの方があるんですよ、大きな体しててね、はい、ウィリアムスは全く体硬いですからね、そうですね、すごく強そうに見えるんで、強い時にはね、その代わりあのちょっとあの弱点攻められますとね、ダメなんですね、対処できないんですね、あの攻め方というのがやや一方的になりつつありますよ ね、 そうですね、ですから強い組み合う時にはもうむちゃくちゃ強く見えちゃうんですね、そうですね、勢いがついた時のウィリアムス、そしてオブライトというのは、まあ、誰も止めることができないすごいものがあります。ただこの田上そして川田がベルトを取ったことによりまして、ウィリアムス、オブライトは溜まってないでしょうね、そうですね、おそらくはこの試合6人タッグではありますが、そういった挑戦権もかけた上での大きなアピールできる場でもあります。青コーナーにはウィリアムス、そして赤コーナーには川田、そして田上がいます。リングの中では現在小川義成が捕まる形になりました。やはりこの辺りは、まあ、ややしょうがないという面があります。まあ、今ご覧いただけましたでしょうか、大阪のファンもこの手をトライアングル三角形にしまして、ウィリアムス、オブライトに声援を送っています。さあウィリアムスを回転エビに丸めることができるか、あっと川田がアシスト、さあエビに丸めていった、川田がすかさずハイキックを見せました。さあウィリアムスが軽量の小川を捕まえて、あっとニーリフトを当てていった小川、ラリアットをかわしていって自らロープに飛んだ、あっとボディープレス、これは捕まった、あっとさあ抱え上げられてリフトアップされました。何話の空に高々と小川義成の体が浮かび上がりました。あー、まるでバーベルを持ち上げているかのように小川が練習台にされてしまいました。カバーに入ります。30分日本勝負の6人タッグマッチは5分が経過しています。この中にありましては183センチ95キロ、唯一100キロを切っています小川義成が捕まってしまうというのは致し方ない面があります。がっちりと今グラウンド、ストレッチプラムの変形のような形になっています。スティーブ・ウィリアムスです。ウィリアムス、オブライト組は去年の最強タッグは3位という成績でした。そして世界タッグのベルトという面で見ますと、去年の10月4日愛知大会で小橋健太、ジョニーエース組に敗れましてベルトを奪われております。その在位期間というのはわずか2ヶ月半という短期政権に終わっています。このウィリアムス、オブライトがベルトを取ってもあまり長い間持っていることはできないんですね。そうですね、愛知大会では小橋エースです。研究されても相手を研究しようということは全然彼らはしませんからね。あ、そうですか。自分の力をもう過信してますから、さあこれはダブルアームスープレックス、人間風車というこの異名を取るこのダブルアームスープレックスはバックに回っています。さあフルネルソンの体勢で危ないぞ、田上カットに入ります。さあ足を取られてエンゼリー、おっとこれはソフトボールの当たり、あるいは方の当たりを捉えたかもしれません。さあ川田のタッチ、自らロープに飛んだハイキック、帰ってくるところ、あっと巻き上げていった、嬉しい、さあ腕を取った、すかさずウィリアムスがカットに入ります。ナックルパートを見せましたウィリアムス。さあ胸を合わせたフロントスープレックス、ベリートゥーベリー、オブライトが投げますとこのリングの対角線すら短く感じます。あっとコーナーの田上、そして小川にもナックルパート、ハイキック取られて、あっとナックルパート、ちょっとウィリアムスの今日の攻撃は荒っぽさがあります。ボディープレスをかわされた、ミドルキッカー、ハイキック、ちょっと川田にもダメージが残りました。さあ赤コーナーは田上、田上がロープに飛んだ、あっとスペインマスター、そのままフォールに入ってウィリアムス、カウントは2です。1月25日の横浜大会では小橋健太、そしてジョニーエース組を田上のコーナートップからのハイキックで仕留めました。32分6秒にも及ぶ激闘、大きく身を切ります。青コーナーはウィリアムスからサンタナです。
このサンタナも同じく1月25日の横浜大会、マウナケア・モスマンの持ちます世界ジュニアのベルトに挑戦しました。モスマンの新しい技ハワイアンクラッシュに敗れましたが、その試合内容は大きく評価されております。さあジュニア選手同士の対戦になりました。小川がブレンバスター、さあ返していってバックに回ってエルボーな、自らロープに飛んだサンタナハイキック、さあどうなんだ、抱え上げて、さあひねりを加えたネックブリーカー、この当たりは小川のうまさが光ります。さあ対角線にサンタナを振って、サンタナがさあバックに回っていった、あバックブリーカーを見せました。川田が返せ返せという大きな声を上げています。サンタナのいい動きに大阪のファンの皆さんからも大きな声援が上がりました。さあリングの中央大の字は小川、コーナートップに上がったのがサンタナ、ボディープレス、ややちょっと足が落ちたか、2カウントで返します。ショルダータックル、ウィリアムス、カットに入った川田をさらにカットにします。さあニュートラルコーナーに小川を据え付けて、しかし田植えがすぐさまカットに入ります。おお、サンタナがその田植えを蹴散らした、あっとしかしサンタナは落とされて、さあ小川ドラキック、ダイビングのミサイルキックを打ちました。2カウントで返します。さあリングの中央、小川がバックドロップを持っていくか、田植えか、さあアシストして、さあバックドロップホールド、小川の18番、2カウント。さあ6人が入り乱れてまいりました。あとスモールパッケージホールド、クリアタイムに回れたサンタナ返して終わる。試合開始から10分で試合が大きく動いた。さあくるっと丸めて、あブレンバスターで返した。さあ小川フィッシャーマンズスープレックス、さあ丸めていった小川、カウント3、なんとなんとトップ、そして正義の体勢かと思われましたが、最後仕留めたのは小川、31歳ベテランの域に達しました。小川相手をしっかりと見据えておりました。相手の唯一のジュニア選手リッキーサンタナをフィッシャーマンズスープレックスに持ちまして、10分42秒、小川がサンタナからピンフォールを奪っています。しかし馬場さん、ウィリアムス・オブライトにとってはちょっと消化不良の試合になったかもしれませんね。そうですね、世界卓球チャンピオン、新しいチャンピオンの川田田植を相手にしたウィリアムス・オブライトなんですが、その新しいチャンピオンを追い詰めるという段階まで試合を持っていくことはできませんでした。6人タッグマッチ仕留めましたのは小川、リッキー・サンタナをフィッシャーマンズスープレックスホールド、10分42秒丸め込んでいます。新しいチャンピオンに向かってウィリアムスがしきりにアピール、しかし最後はうまい小川が最後は丸め込んでいます。全日本プロレス中継サーティ、この試合の模様は大阪府立体育会館より全国のプロレスファンの皆様にお送りしています。新春ジャイアンツシリーズ最終大阪大会メインイベント三冠ヘビー級選手権試合、チャンピオンミサーミスハルにチャレンジャー秋山純が挑みます。デビュー4年11ヶ月で初めて挑戦した三冠戦の感想を、自分のファイトに不満はいっぱいです、体にキレがなかった、いろいろな重圧に飲まれていたのかもしれない、秋山純は話しました。
デビュー当時のウェイトがちょうど100キロ、現在の秋山は108キロです。8キロの中には血と汗と涙がいっぱい詰まっています。秋山純2度目の三冠挑戦、超新星から一番星へ、秋山純堂々の入場であります。視線を前に落として今リングサイド、秋山純いざ見参であります。1989年4月18日にジャンボ鶴田選手によって統一された三冠ヘビー級選手権、4月で三冠の歴史も丸9年から10年目に入ります。初代ジャンボ鶴田選手から数えること17代目のチャンピオンになります三沢光晴。秋山の挑戦を退けると三沢自身の持つ7度目の連続防衛記録、7度の連続防衛記録に並びます。さらに三冠史上最多の通算18度の防衛ということになります。天上天下唯一が三沢光晴、敵は我にあり。全日本プロレス旗揚げ25周年引っ張ってきたのはこの三沢であります。東京スポーツチーム社関西社長田中和美さんより選手権試合宣言でございます。認定書、この試合は選手権宣言が読み上げられます。ヘビー級 UMA ヘビー級並び PWF ヘビー級の三冠選手権であることを宣誓する。1998年1月26日パシフィックレスリングユーネーション会長トバートプレアーズ。続きましてチャンピオンベルトの変換でございます。チャンピオンベルトの変換が行われました。両選手が紹介されます。三冠ヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。ブラウコーナー挑戦者255ポンド秋山純、超新星から一番星へ秋山純。中コーナー三冠ヘビー級選手権者255ポンド三沢天井天下ゆいが三沢見つかる。レフリー和田恭平。98新春ジャイアントシリーズ大阪大会メインイベント三冠ヘビー級選手権試合であります。チャンピオン三沢光晴にチャレンジャー秋山純が挑みます。両者の対戦は平成5年1月の初対戦以来、去年9月の三冠初対決まで三沢の7戦全勝です。ゴングが鳴りました。やや三沢コールが押しているか。98新春ジャイアントシリーズ今年最初の三冠戦は三沢秋山の顔合わせとなりました。ロープに振ったショルダータックル、三沢軍配、巻き投げ、ヘッドシダース、おっとキックです。ロープに振りました。ジャンピングにまとも、顔の正面またもです。意外と短決戦出てくるか。打たせません。おっと体が出れば、これも打たせない。コーナーです。班長打ち下ろします。チャンピオン三沢、おっとキック、三沢一回転場外。今日の秋山仕掛けが早い、攻撃が早い、場外です。場外です。三沢をテスタが跳ね返って、三沢のエルボーライアット、負けていない秋山、負けていない。三沢場外大の字です。ここでリングの中にチャンピオン三沢を入れました。放送席の解説はジャイアント馬場さんです。馬場さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしく。この入場、そしてこの秋山の速い仕掛け、非常に秋山、いい表情しますね。いいですがね、はい、あの三沢がこうダウンした時にね、
攻めていかないのがちょっと気になりますけども、間がありましたか。そうですね、はい、頂上対決、まさに頂上対決、あと2人、あっとこれは三沢のエルボーです。ダイビングエルボー、これを三沢が迎撃エルボーでありました。旋回式バックドロップです。三沢、これまでの両者の対戦は過去7回あります。今から5年前の1月31日、行くか抜くか、逆にリバースで返します。今から5年前の1月31日、秋山純、あっと投げた、投げました、エクスプロイダー一発目、または三沢兄弟、ね、秋山のこういうその今元気の良さ、はい、ここはね秋山の良さなんです、でここをねどんどん今行かなきゃいけないですね、下までね、前回の9月の去年の9月の三冠戦の時も馬場さん試合後コメントしましたが、ちょっとこの間が気になるとおっしゃってました。前回9月の三冠戦ではエクスプロイダー都合5発を打ち込みました。それでもこの三冠チャンピオン三沢の牙城は崩せませんでした。秋山純抱え上げて場外で、あっとツーブストに行くのか、落とした、すごい音、馬場さんこれは肩でしょうか、あるいは首に衝撃でしょうか。両方行きましたね。両方ですか。落ちた時に三沢の首がこうガクッと行ったのが見えましたもんね、はい、でもまあ三沢は肩を押さえてますから、首と言わず、そして腰と言わず、あるいは肩と言わず、三沢は次元爆弾を抱えています。先ほどもお話ししましたが、前回去年9月の三冠戦では徹底的にこの三沢の首を攻めました秋山です。その9月の三冠戦まで初対決から三沢の7戦全勝であります。それはね、7の対戦成績はね、はい、秋山が7敗してますけどもね、これはもう秋山がデビューしてからのことですからね、デビューと言ってももう三沢がもうあれでしょう、随分差のある時からの成績ですからね、はい、前のね7戦はね、はい、3戦までぐらいはね感情に入れられないですよ。あ、そうですか。ただ前の3戦はね問題になってませんからね、はい、ところが今の秋山はやっぱりこうやって参加に挑戦するだけの力を持ってますからね、まして今こうやって攻めが待ってますから、はい、今の秋山はすごいですよ。ババさん、デビュー当時のね、デビュー当時の 2,3 戦はもう全然、これは数に入らないと、数に入れられないですね、はい、試合前に秋山はもう三沢さんに全ての技、タイガースープレックス、はい、タイガードライバー全てを出させたいんだと、そう話してましたが、まあ、出させたいでしょうね、それとですね、出すでしょう三沢は。もうそんなに秋山を余裕を持って攻めていくことはないと思うんですね、余裕は、はい、それほど秋山は強くなってますからね、ただ秋山は三沢からいろんな技を覚えてますから、はい、秋山、三沢がその秋山にはまだ余裕というものを持ってると思うんですね、そこを早くその慌てさせるような、慌てさせる、はい、ネックブリーカー引っこ抜いてもう一度打ちます。カバーに行った、カウント2です。これが今何がいけない、今秋山のダメなのは、はい、もうこれで勝負がつくなんて思ってないんでしょうけど、カバーした時に全く自分の体が秋山の胸についてないんですよね。そうですか、もうこうやって見てたって向こうに隙間が通って向こうが見えちゃうぐらいの、こういうところにね、もう三沢はね分かりますよ。あ、まだ秋山はそんなに自分を攻めてないんだというのがね、はい、前回同様首への集中攻撃、場外でツームストーンを打ちました。その前にはエクスプロイダー今日一発目でありました。
フロントからのヘッドロックです。秋山、和田恭平レフィーがブレイクを命じます。エルボー返します。秋山対角線に踏みます。秋山が入ってジャンピング2、今日はそしてこのジャンピング2を対応します。秋山純ハンドを使って受け止めた。逆にタイヤドライバー、秋山ドライバーだ。今日はやる気です、行く気です。秋山純エルボー、ここで秋山はこれで負けちゃいけないんですか、このエルボーね。すぐ立ち上がっていけばね、はい、三沢もおーって思いますよ。この逆に自分の得意技のタイガードライバーを打たれた三沢の心理はいかがですか、馬場さん。いや、それはね、やっぱりやり合ったと思ってますよ、はい、思ってますけども、今こうやって攻められてて秋山が、三沢にチャンスを渡してしまうとね、はい、もう三沢に随分やっぱり精神的に余裕が出ていきますから。三沢自身の持つ連続防衛記録7まであと1つに迫っています。今日勝てばタイ記録ということになります。第10代の三冠チャンピオンの時には1年11ヶ月かけての7連続防衛でありました。今回はおよそ1年です。まさにトリプルクラウンの名にふさわしくスーパーチャンピオンということになります。三沢光晴です。三沢本人は、はい、あの本当にいい勝負してるんですよね、ですからやっぱり三沢の何か粘りがね、この何回も防衛できているところですよね、はい。まあ、三沢本人は今回防衛してどうのこうのという気持ちじゃない、今日勝って次の8回目から意識してくるんじゃないかな、試合前の三沢はそう話していました。フェイスロックに行こうです。フェイスロックです。他の難敵をこれで退けてきました。左の締めから右へ、秋山苦しい、ロープまであと10センチ、ここでロープに届きました。平成5年1月31日両者の初対戦の感想を、三沢は一発一発前に攻め込んでいなかったから秋山の技は軽い、要は前に出てくる気持ちと話しました。今日は開始5分、ここまでよく出ています秋山なんですが、ここは攻め入られています。勝負タイムは10分を経過しました。5分まで秋山がエクスプロイダー、あるいは場外でのツームストーン、よく三沢を攻めました。5分から10分にかけてチャンピオン三沢が攻めています。キックです。秋山テイクダウン。さあ三沢に行った勝負の流れをなんとか自分に取り戻したい秋山です。フロントからのヘッドラック、三沢腰が落ちました。締めを加えます。さらに締めを加える。さあ両者打ちました。コーナーマットです。ここでブレイク、エルボー突き上げます。2発目、3発目です。対角線に振った、入っていってキックだ。エルボーです。カウンター、秋山腰来てるか、抱え上げた、そしてそのまま落とす。三沢にこの秋山のエクスプロイダー、あるいはこういったスープレックスどうですかと、他の選手とどこが違うんですかと聞きますと、秋山は横に投げると肩あるいは
首、頭で3点で他のスープレックスは支えられるんだが、秋山のスープレックスはどうもそれができない、プレッシャーを逃がすことができないと話しています。スピンしてのアリアット、ここでいくか、ノーザンライト打ってきました秋山、カウントは2です。秋山の代名詞エクスプロイダーは入門当時受け身の練習をしていて、最も受け身の取りにくい、横に投げるのはどうしたらいい、それを考えて開発したそうであります。リバースのフルネルソンのまま落としました。タイガースープレックスも打っています。そしてこれは典型のタイガースープレックス、そのまま叩きつけた、トップを狙う、時代のトップに出すか、ダイビングエンジンエルボー、馬場さんおっしゃるところの若干の間ができます。秋山猛追を見せたいところ、こうやってね自分のいい技を、はい、考えたことをやれたというところでね、そのなんて言いますかね、安心と言いますかね、そこで攻めて跳ね返されて初めて間を持ってもいいんですがね、はい、ドロップキック、さあバックを取った、ジャーマン連続、ジャーマン3度目三沢打たれるのか、抱え上げた、あった、カバーに行った、どうだ、今日の秋山は怖い、秋山を見てるとゾクゾクする、三沢ダウン、振りほどいてエルボー、ロープに飛んでエルボー、エクスプロイダー、今日2発目、これは打たせません、エルボー打ち下ろします、秋山今日2発目、三沢巻き投げです、ドロップキック、距離ができた、秋山ショルダーする、場外です、距離ができた、三沢が狙っている、チャンピオンが狙っている、旗揚げ20年から25年、5年全日本を引っ張ってきた三沢エルボー、ジジイだ、その後もんどり打った秋山、鉄柵に激突されます。ダブルナックダウンの状態であります。先に置きました三沢、こちらは秋山の表情です。口で息をしています、目をつぶっています。15分目だ、勝負タイムは15分が経過しました。開始5分は秋山非常にいいリズムでした。場外での戦闘、5分から10分、おっブランチャーを打っていく、ブランチャープレス、三沢に秋山選手はどんな選手ですかと聞きますと、今まで見た全日本プロレスの中でセンスは一番、そして負けん気、気迫も一番であると話しています。秋山は三沢を表して、普通相手の持ち味を殺すことに勢力を傾ける選手が多いんだが、三沢さんは相手の長所、攻撃を受けて最後に勝つ、本当に懐が深いんです。秋山は三沢を表しています。リングの中に開けました、なおも追撃の手緩めません。セカンドからトップコーナー、チャンピオンコーナー、赤コーナー、ミサイルキック、秋山一回転、フロントからのサンプレックス、カバーに行く、カウントが入る、どうだ、秋山純デビュー5年4ヶ月、最も苦しかったのは2年目だと話します。何か自分で自分が輝くて仕方なかった、全く成長していないんじゃないか、そんな思いで過ごした2年目と言っています。ジャーマンカバーに行ってどうだ、5年の月日が秋山をたくましく育てています。さあ秋山に反撃の手の内は残っていないのか、
三沢にしても秋山にしてもね、はい、こうやって後ろに投げた時にね、相手がどういう受け身を取ったかということが見えませんからね、でやっぱり、戸惑うんですよね。でさっき秋山が三沢を何回も投げました、ジャーマンもしたり、はい、でもその時にやっぱりね、三沢が受けたあの受け身の形っていうのはね、ここが三沢の良さなんですよ、はい、だから僕はこう専門家がこう見てるとね、こうやって受けたんだから心配ないというね、まだフォールにはならないというふうに大体分かりますよね、はい、その受ける形がね、めちゃくちゃいいんですよ、懐が深いにも通じる部分なんでしょうか。そうですね、馬場さんお話の間にレッグスクリューを見せました。後ろに行った、さあ行った、秋山前に落ちました。三沢今もしね、はい、秋山が今三沢の手を押さえてましたね、肩車して、それ押さえたまんま後ろに行ったら三沢は受け身は取れないんですよ、はい、そういう風に投げたらおそらくチャンスはあったと思うんですよね。でももう三沢はそれ知ってますから、もう何が何でも前に落ちました、前に落ちた、はい、そして円髄への2ドロップであります。買い上げて、おーっと後ろを取った、秋山投げっぱなし、こうやったらもう受け身は取れませんから、ね、さあ秋山が行く、ジャンピングにベルトを巻くと、そんなポーズ、エスポイザー今日2発目、時代の扉を開けるか、秋山どうだ、カウント2、さあチャンス到来、今日3発目、時代の扉、エクスプロイダー、どうだ、これでもダメか、これでもダメか、秋山のそんな表情、三沢コールがやや勝ってるか、負けるな秋山ちゃん、もう秋山が、ね、攻める技がないとしたらね、今の技を何発でも続ければいいんですがね、はい、前回の三冠戦では計5発、今日はすでにここまで3発打っています秋山エクスプロイダー、そして行くか、トップコーナーにチャンピオン三沢を据えた、時代に流れ起こすのか打たせません三沢、すがった、貫禄スープレックス、ベルトを締めてやるぞ秋山であります、抱え上げてブレンバスター頭から落とした、垂直落下しブレンバスター、時代の扉開くか、どうだ、もう一度カバーに行く、そうだ秋山、98年新春ジャイアントシリーズでは世界タッグアジアのベルトが移動しています、三冠も移動するのか、今日4発目、おっとこれを受け身を取った、あっとエルボー、起死回生のエルボーとなるか、チャンピオン三沢、幾多のピンチここまでしのいでまいりました、三沢のエルボー、先に膝を立て、グッと立ったのはチャンピオン三沢、秋山飛び込む顔面エルボー、サイドを取った、サイドバスター頭から落とします、カバーに行った、秋山大の字、三沢は三冠チャンピオンとは何ですかと聞きますと、言葉では表せない、これが三冠だと試合で見せるもの話します。まだ今日は三沢このタイガードライバー打っていない、抜いた、打ったタイガードライバー、
構えに行った。今日一発目カウントライン。一方秋山は三沢さんそのものですか。三冠チャンピオンとは何ですか。この問いに秋山はそう答えます。まさにこの三沢を三冠を秋山は体で今感じています。一発目はしのぎました。タイガードライバー打たせない。フロントスープレックス。三沢が警戒したいと言っていた秋山のスープレックスであります。エルボースピニングラリアット。エルボー一発の重さがすごい。2発目テイクダウン。カバーに行った、カバーに行った。どうだ、これもこらえる。秋山頑張る。三沢さんの持っている全ての技を出させたいんです。試合前に秋山はそう話していました。抱えてこれはどうするんだ。時間が止まった。落とした。垂直落下式カウントがある。カウント3。三沢三冠7連続防衛、自己の持つタイ記録に並びました。そして通算18回の防衛であります。こうやってね、はい、受け身の取りようがないように投げられてしまうとね、これはもう仕方がないですね。馬場さんおっしゃっていました、三沢はそれを受け身でうまくかわす、しのぐ、その力は弱める、はい。まあ、三沢も受け身の取りようのない、技を何回か投げられましたけどもね、その都度秋山が抑えに行かなかったですよね。やはりちょっと間があったということでしょうか。そうですね、秋山の攻めも素晴らしかったですよね、はい。エクスプロイダーあるいは場外でのズームストンパイルドライバーと技を駆使しました。やはり秋山が評していた通り本当に懐の深いレスラーです。三沢三冠7連続防衛ということになりました。自己の持つタイ記録であります。そして通算18回の防衛ということになりました。まだ秋山は動けません。ようやく体を回しましてエプロンサイドに出ようかというところであります。今ベルトを締めてその秋山を心配そうに三沢が覗き込みます。これがやはり全日本プロレス厳しさ激しさでありましょうか。今ちょっと秋山の右腕握手を仕掛けました三沢であります。それでは間もなく準備ができましたら勝ちました三沢選手にチャンピオンにインタビューお願いしたいと思うんですが、今高田と三沢の左腕が上がりました。インタビュアーは平川アナウンサーです。それでは見事防衛を達成しました三沢ミサル選手にお話を伺います。今改めてベルトが腰に戻ってきた、まず率直な感想からお聞かせください。いや、やっぱり大人会を重ねるごとに取れる難しさをね思いますので本当嬉しいです。そして9月の対戦となった4ヶ月半ぶりの秋山選手、その印象感触というのはいかがでしたか。きついですね。はい、それだけですもん。そして皆さん、これで三沢選手は自己タイ記録となる7連続防衛を達成しました。本当にね、まあ同じ7回ですけどね、本当前回よりも本当きついタイトル戦だったんでね、まあ、前回7回よりやっぱり嬉しいです。そしてこれからの防衛というのは三沢さん自身にとっても新たなる旅立ち、そしてその先には5月1日の東京ドームもあります。今後の抱負を含めて三沢さん一言お願いします。本当にね、これを機にね、また一からね、真っ白の握手の状態から自分を一回見つめ直してもっと頑張っていきたいと思います。またドームもありますんでね、本当に全日本にとってね、
もっと躍進できるチャンスだと思いますので頑張ります。どうもありがとうございました。まさに三冠チャンピオン、7回目の防衛を達成しました三沢光晴選手でした。馬場さん、本当にジャンボ鶴田選手が完全無欠のエースだと言われました。この三沢のその域に近づいているって感じがしますね。そうですね、はい。まあ、技術的にはね、もう今の三沢もう群を抜いてますよね。そして秋山選手にも一言お願いします。いや、秋山はもう言うことないぐらい今日は素晴らしかったですよ。はい、うん、あとはね、投げたらカバーに抑えに行って、それで跳ねられたらまあちょっと諦めなさい。でもその跳ねられる前に、カバーする前に自分で休んじゃダメですね。はい、またこの1年本当にこの三沢秋山で三冠戦幕を開けましたが、非常に楽しみな1年になりそうであります。そうですね、はい。放送の解説はジャイアント馬場さんでありました。どうもありがとうございました。98新春ジャイアンツシリーズ最終大阪大会メインイベント、三冠ヘビー級選手権試合、チャンピオン三沢光晴が7連続防衛、そして通算18回の防衛に成功しています。本日は最後の場所とおめでとうございました。これで試合はすぐに終了しました。お客様に合わせたお客様にお客様十分お気を付けください。これが会場のみによりまして、エキサイトシリーズフレンズ大会チャンピオンカーネバル大阪大会の前日券先行発売しております。ぜひお席はお早めにお買い求めください。本日は最後のお客様にありがとうございました。お客様に合わせたお客様にお客様十分お気を付けお買いください。出口に対談に止めますと教えませんよ、順次よくお買いください。ただいま会場正面に乗り入れておきまして、エキサイトシリーズ姫路大会チャンピオンカーニバル3月31日大阪バイシマアリーナ大会、並びに 5.1 東京ドーム大会予約受付を行っております。予約受付はお早めにお求めください。本日は最後でのお待ち誠にありがとうございました。お客様には忘れ物ございませんよ、足元十分お気をつけてお帰りください。